皆さんこんにちは。最近絶好調ではないヨッシーです。暑いからね、台湾ちょっと体調が優れない日が多いです。というところで幻想水光殿ティアクライスの実況を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。今回仲間集め編をやっていきたいと思いますのでね。はい、ということで、まずは新しいライバー来てて、ラロヘンガの人探しだっけな、これ仲間入りそうな予感を醸し出してるので、一族の者が一人樹海を出たまま戻ってこん。どうやらあんたたちがラロヘンガと呼んでるあの恐ろしいところ一体どうじゃ。虫のいい頼みと思うが、探して連れ戻してもらえんじゃろうか。頼みますって感じだね。もともとなんか外の人嫌いだった感じだけど、依頼してくるってことは信用し始めたってことだから、まあいい傾向にあると勝手に予測してるんですけど。ってことで、とりあえず依頼をこなしましょう。ラロヘンガの中、あの遺跡か、ありえそう。また倒れてるっていう感じ、人が。あいつは樹海から出るの嫌だったんじゃねえか。なんであんなとこ行ったんだ。アウトドア、私に聞かれても分かんないって。それより急いで。はい、おい。ということで、行きましょうか。ということで、ラロヘンガの遺跡に着いたので早速入ってみましょう。イベント起こるかな。多分ここだ。あ、やっぱり、助けてくれ。なんだ、なんか天使みたいなのが3匹いる。ひい、化け物が。そのさ、下がってろ。え、ということで私が相手です。このおっさん、えい、よし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 。で、ふう、助かった、ありがとう。あんた時間の中に、というわけで奥に進んでいきましょう。お、いた、あの子だ。て、危ねえ。なんか襲われてる、あの女の子が。止めなきゃ。また来た、また来た。化け物が集まってくる。そう、これじゃキリがねえ。逃げろ逃げろ。大丈夫だよ。え、 おい、危ねえ。バイバイ。え、なにこれ、喋れんの、機械語みたいなの。な、どうなっているんだ。お、お前一体。ルファだよ。ルファ、名前か。君があの化け物たちを追い払ったのか。どうやって。わかんない。わかんねえってお前。さ、行こう。待て待て、どこ行ってんだ。さっぱりわけがわかんねえ。ルファ、本見つけなくちゃなんない。だからお兄ちゃんのお手伝いするの。え、知ってるの。うん。お前何者なんだ。ルファだよ。それさっき聞いた。同じこと言ってる。ん、ああ、よかった。じゃあ一緒に来い、ルファ。うん。え、
いいのかい？だってここに置いとくわけにはいかねえだろ。確かに地獄だからね、ここなろへんが。うん、もっと得体の知れぬやつもいるしなんて。そっそうか。おじいちゃんも行こう。え、私もかい。お、そうだな、あんたも来い。しかしあんたまた樹海に戻って教会も一年も全部知らねえことにして暮らせるから。いや、そうだかな、私は見て見ぬふりができなくてここまで来たんだった。分かったよ、私も新たな長の方針に長の方針に賛同することにしよう。やったーやったー、おう、よろしくな。ということで、コーローが仲間だ。ホイコーローみたいだね。ルファだよが仲間だ。何なんだろうね、でも、機械、バイバイって言ったら言っちゃったの。機械語がロボットってことなのかな。機械の言葉喋れんのか、ルファ自身がロボットなのか。まあ、見た感じ女の子だからね、普通の人間。ってことで、仲間2人一気に増えましたね。ってことで、まずお城戻りましょう。はい、ということで、なんかお次の仲間も謎の遺跡に、なんだっけ、ヤード、あのロボットのことを、このサブのサポートでこいつ作ったおっさんを連れて謎の遺跡の奥に行くと仲間になりますよっていうことなんで、また謎の遺跡来たんですけど、この間のなって、ホイコーロー、コーローだって、コーローとなんか女の子、ルファだよだ、ルファだよを仲間にして、その直後にまた、まあ、ツイッターのあの情報見てなかった自分が悪いんですけど。あ、情報ありがとうございます。ということで、また来てます。なんだこりゃ、鎧？これは、先輩パイセン先輩。なんだ、お前らこれ知ってんのか？旦那様、バカな、なぜここにこのようなものが。よもやこの世界は、しかし、まさかそのような。いやいや、ありえぬとは言う。むしろそういうこともある。いやもしれんな。おーい、気になる。何なんだ、先輩って何なんだ。少年、こやつ、動くぞ。ええ。細かい違いはありすぎるほどあるが、大まかに言えばヤードと同じ仕組みで動くもののはず。細かい違いはありすぎるほどあるが、見た目からもう違う。なんかイケメンとブシャイクみたいな。ヤードがブシャイクで、こいつイケメンな感じするけど、まあ、失礼だけど。すいません、ヤード君。ならば同じに動かすこともできよう。ヤードのパーツを使うわけですね。ほんとか、すげえ。ヤードよ。あら、そういう展開？パーツ使う感じ？はいはい、旦那様。ふむ、ほう、なるほど。完成度の差は絶望的だが、基本原理は私が学んだものとさほど違っては、ほら、学んだって。爪爺さん、もしかしてあんたヤロヘンガーになっちまう前の元の世界から。何を考えておるかは分かるが違うと言っておく。ああうん、なるほど。もしかしたら未来から来たその先生に、このバルザムさんは技術を学んでこうすごい発明ができるようになったわけ。ありえるね。その死、まあ多分亡くなっちゃってんだけども、死って先生である。そこではない、もっと右を押さえるのだ。 はい旦那様。ありえるね、未来から来てすごい知識と技術を持ってたっていう先生。なるほど、訳ありですね、じいさん。こんなところか。さすが旦那様ですど、お見事ですど。もう済んだのか。では動かすと、イケメンとは言い難し。すげえ。先輩よかったですど。攻撃すんね俺らに。何がどうなったか自分でわかるか。ああ、推論にて保管可能。優秀だな。本機の属した世界はすでに消滅。当領域のみが他世界に向いている。あ、やっぱそうか。その通りだ。結局お前何者なんだ。気になるね。何なんだ。ほ
今期は対異世界侵食者何これ激を試作機体7号機漢字ばっかり言いにくいねこれ対異世界侵食者機次に激を試作機体7号機池の像はそれはそうだよな7体目という意味であろう、うん、おお皇帝しかし上層部はより有効と推測される兵器の開発に成功本機の戦闘員に凍結されたあのバーンってなって自滅したなんか原爆みたいなやつかうんそのより有効と推測される兵器とやらのせいで自滅したわけだなそっか前本触ってみたあれだねやったぜすごいのできたぜうわーってなったやつ本気って言ってるけどお前の名前か否定うんうんそうだね私俺など小生とか拙者とかいう感じだよねそうなのかじゃあ名前はあら名前ないの7号機だもんね開発段階では仮にザインと呼ばれてたんだねザインかいいじゃねえか俺も今からそう呼ぶぞ了解本機は仮称ザインの継続使用を弱するこれからどうしたい質の意図不明確自分で考えるっていうのがないのかな先輩一なる王と戦うために作られたと言いましたがこの世界にも一なる王を呼び出そうとしている組織があるですと了解本機の最優先目的は一なる王の出現阻止最優先目的の達成に失敗した場合は目標の撃退もしくは撃滅以上全世界における任務を継続うん皇帝本機は本機の存在理由を全うすることを希望する兵士みたいなね、まあ、そういう目的で作られているのかなうん作ったものの命令に従うと言ってるのではないああならいい俺たちの目的もお前と同じだ恋を一緒にやろう検討状況の不確定性本機単体での任務達成可能性協力者の必要性結論同意よしそれじゃあよろしくな先輩よろしくですど絶対ザインの方が優秀そうヤードだって武器装備できないんだもん装備ないのが問題だけどさザインが仲間になったよしなんかすごい強そうな仲間になった後でちょっと試作で使ってみようというところですはいということで2度目の謎の遺跡から脱出します、はい、次はモアナのお仕事で有名になると仕事が来ていいねこれだ樹海の怪物退治をクリアすると仲間が仲間になりますということで樹海に黒いお化けがいるよなんか前いたななんかそういうなんか原住民みたいななんとか族みたいな感じのやつが一人で戦ってたそいつがなんか黒いお化け名前忘れちゃったなんだっけレネゲイドみたいな感じのやつと戦っててそれかな多分これで決まりあ正体不明の黒いか多分レネゲイドだってことは原住民みたいなやつが仲間になるのかなノスローの樹海へ行けようまた黒い怪物か余計のなんとかっぽい気がするああうんやめとくいやもしそうだったらそうエヌヌクラウっておっさんそうエヌヌクラウっておっさんが原住民みたいなやつだエヌヌクラウ言いにくいすごい言いにくいということで来ましたおいたエヌヌクラウさんやっぱりまたんだかじゃあ無形のなんとかが来るんだなそうとしてなぜ来た人の身ではあれを退けられぬはずだあんたこそあれが出るところに必ずいるのわかるのかうん揺らいだ時に現れる世界の境界がそうか最初に出たのがシトロ平原次はミスラト川今度はここ全部近くに他の世界が出てきたとこばっかりだそうだ揺らいだ境界から染み込むように入ってくる外側の存在それが無形の山だ外側の存在待てよ話終わってねえぞ来ないのなら樹海から出ている危険だクソ分かったよ
樹海から出ていると言ったぞ。来ないならとも言ったよな。だから行くぜ。邪魔はするな。おう、エンヌンヌクラウさんが同行した。自動で行くのいいね。戦闘が途中で入っちゃうから。やっぱり出やがった。動きを止めるぞ。おう、手伝わせてくれるのか。そうしたければな。おう、やるぜ。ということで戦闘です。今回はこの間仲間にした先輩のザインを連れてきてます。レネゲードじゃなかったら無形の絵馬ってのはやだ。なんかキャラが多いから被るわ。とりあえずあと、まあ、これでマナリルが結構可愛いんでお気に入りのキャラとして連れてくるんですけど、魔法も結構強くてなかなか戦力になりますね。ちょっと防御が弱いのが難点だけど、まあ女の子だから仕方ない。ザイン喋ったと見せかけて魔法を使うキャラっていう。ここでとどめを刺さないのかい。そうだ、うん。おい、言いにくい名前のおっさん、俺たちの仲間になってくれねえか。仲間？あ、見てりゃなんとなくわかるぜ。あんたも星を宿すものだろう。そうだ、俺は天意の意味を持つ星、受けの意味を狩るものだ。お前たちと行動を共にする理由はない。よくわかんないけど、無限のなんとかは別の世界から出てきたらその近くに現れるんだろ。うん。だったら世界の流行が起きなきゃ現れねえわけだ。流行起こしてるのは教会だ。だから奴らは止めりゃ無限のなんとかも出てこねえ。違うか？いや、お前らの提案は合理的だ。いいだろう、提案の。やったー！じゃあよろしくね。意外に柔軟だね、考えが。ヌンヌクラウさんが出られたのは、原住民が仲間だったね。